こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、亀は遊ぶ万年の池です。亀は万年と言います。亀は長寿の象徴であり、鶴と並んで、随象を示す動物の代表です。その亀が悠々閑閑と池に遊ぶということ。四季喜作伝に亀潜在すなわち蓮葉の上に遊ぶとあります。それでは今から亀は遊ぶ万年の池を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。